ヨハン・シュターミッツ・ヨハン・ベンツェル・シュターミッツは、ボヘミア出身の作曲家、バイオリニスト。オルガニストの父親から音楽の手ほどきを受けた後、プラハのカレル大学に学ぶ。1741年にマンハイムに行き、1743年に同地の宮廷楽団の首席バイオリン奏者に、1745年には、宮廷学長に昇格する。この間に、シュターミッツは、マンハイム宮廷楽団を、ヨーロッパで最も尊敬されるオーケストラの一つに育て上げた。1754年から55年までパリに過ごし、作品ともども温かい歓迎を受けた。それから2年後に、マンハイムにて他界。後任学長は、クリスティアン・カンナビヒであった。シュターミッツは、一般的に、いわゆるマンハイム学派の創設者であり、この学派の最も傑出した一員とみなされている。バイオリン協奏曲やフルート協奏曲、おびただしい数の室内楽曲、ミサ曲などを残したが、最も重要な作品は、50曲以上に上る交響曲である。シュターミッツは、メヌエット楽章を挿入した4楽章制の交響曲を、最初に規則正しく書き続けた作曲家である。また、ソナタ形式の発展にも貢献した。マンハイム楽派の他の作曲家と同じように、シュターミッツはオーケストラの処方において、管楽器により目立った役目を与え、デュナーミックをより大胆に活用したことで有名である。二人の息子カールとアントンも作曲家になった。ありがとうございます。